はい、じゃあキンメとマダイさばいていこう。どちらもそれぞれたった300円、押し寿司を作ります。玉を落としていこう。はい、ここから鋭い相出刃に持ち替えて、こうだな、下ろしていくと。はい、金目鯛できました。よしと。はい、今回イカの押し寿司も作ってみよう。アオリイカと、モンゴイカ。はい、できたことにしよう。モンゴイカとアオリイカ。はい、じゃあ筋目をしましょう。実は他の素材はもうすでに締めてあります。キンメダイ、サバ、モンゴイカにアオリイカ、ボイルしたヨシエビ、これには軽く寿司酢を振ってあります。今回は昆布の香りも加えましょう。はい、酢を投入して、これで冷蔵庫で1時間ぐらい寝かせます。じ
じゃあ酢飯作ります。今回よっと昆布で香りをつけてみました。生姜の甘酢漬けのみじん切り、どうすぎたかな、みょうがみじん切り、このくらいかな、白ごまよっと、はい、押し寿司の酢飯出来上がり。では押し寿司を作ってみよう。この型を使うのは初めてです。まずサバからいってみよう。よっと、振りしめサバ寿司、シャリを入れてと、お酢、よっと、おお、美味しそう。はいと、冷蔵庫。どんどん行こう。マダイ。どうかな。おお。いい感じ。これでいいや。シャリを投入。シャリは少なめです。よしと、こんなもんでいいや。お酢、よっ、おー、とちとっ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 と、できた。マダイ、どんどん行こう。キンメダイ行ってみよう。お酢、金目鯛できた。はい、冷蔵庫。イカ行ってみよう。イカの場合はここに大葉を加えます。はい、シャリを投入。はい、シャリは足しました、作りました。はい、どんなかな、よっ、なんとも地味な、イカの寿司できました。はい、冷蔵庫。ヨシエビ、ヨシエビはクルマエビやクマエビほど旨味が強くないので量でカバーする。シャリは少なめにしておこう。お酢、よしと、できた。エビの押し寿司、美味しそう。はい、では炙り押し寿司食べてみます。これ糸巻きボラという貝も手に入ったので、これも一緒にいただきます。では行ってみよう。まずは無難にサバ、サバを行ってみよう。あ、押しが甘くてそーっと手で握らないと。うん、焼きサバ寿司に似てるけど、これは別の味わいです。ちっちゃいサバは脂が乗ってないんだけど、これはこれで身に弾力があって美味しい。ではヨシエビ、ボイルヨシエビいってみよう。うん、生のエビの美味しさはたっぷりだけど、車エビほどの旨味はない。あ、これはこれで、うん、あっさりしていいかな。次、キンメダイ。うん、これは酢が回りすぎて魚の味が薄い。うん、失敗です。次、マダイ。マダイの炙り押し寿司、これはうまい。マダイならではの美味しさがより膨らみます。はい、次、これはモンゴイカだな。これは生姜でいってみよう。生姜醤油。あ、なるほど、美味しいけど、これもっと身の分厚いでかいやつで作るべきですね。イカの風味がシャリに負けちゃう。次、アオリイカ。うん、こっちは美味しい。これ純粋にイカは身の厚みがないと美味しくいただけないですね。次、レモンかけてみようか。糸巻きボラ。はい、これこんなにでっかいです。どんなでしょう。うん、うまみが赤にしにちょっと及ばない気もしないではないが、これはこれで美味しい。味は赤にしにそっくり。
歯ごたえは赤新紙よりちょっとある感じだけど、ホラガイほどめちゃくちゃ硬くない。糸巻きボラ正式名称だけど、この形が糸巻きホラガイの仲間かなと昔は思われてたんで、糸巻きボラ、かなりレアな貝です。私も初めて見た。図鑑では見たことあったけど、現物を見たのは初めて。食べるのももちろん初めて。食感が面白くて美味しい。はい、完食。はい、今回こんな押し寿司の型で押し寿司作ってみました。これとっても楽しいです。で、とても簡単。棒寿司よりも簡単に作れます。棒寿司は巻き酢で作る押し寿司だけど、これ結構思いっきり押し込まないと形がまとまりません。あと水気をよく切らないとシャリがほどけて壊れます。そこだけ注意すればとても簡単。まあやってみましょう、興味ある方は。というわけで、バイバイ。チャンネル登録よろしく。